鳥羽市立館東上学校は、三重県鳥羽市菅東町に位置する公立小学校。2018年現在の全校児童は21人。校舎の一部は関東灯台をモチーフとしたもので、鳥羽の姉妹山百選に選ばれている。島っ子ガイドは、海島遊民クラブと小学校が連携して、観光客らに対し児童が関東のガイドを行うものである。2008年に赴任2年目の教員が児童らのコミュニケーション能力の不足の解消と関東を知ってもらおうと総合的な学習の時間を利用して始めた活動である。児童はガイドする場所を選択し、その歴史などを調査し、説明の仕方を工夫して何度もリハーサルを重ねた上で実際のガイドに臨む。例えば、説明の仕方として、クイズ形式にしたり、川柳を取り入れたりなどの案を出し、試行錯誤する。年間のガイド回数は5回ほどで、毎年11月に行う、島っ子ガイドフェスティバルが、最大のガイドツアーとなる。2012年11月10日に行われた、島っ子ガイドでは、全校児童が5つのコースに分かれて島を案内した。2018年5月には、大阪府から、修学旅行で関東を訪れた児童を 5.6 年生の児童がガイドした。島っ子ガイドは関東小学校から始まって、鳥羽市立上島小学校でも取り組まれ、三重県外でも真似をする学校が現れるようになり、2018年度刊行の三村図書出版の小学6年生用の道徳の教科書で取り上げられた。関東小学校通学区域児童数が少なく、複式学級が設置される教育環境であるため、鳥羽市教育委員会は2019年度に本土の学校へ統合することを発表したが、住民の反対署名運動を経て延期された。ありがとうございます。